教習所とかで10時10分って言うんですけど、これはハンドルを一つの時計と例えて、一番上を12時、一番下を6時、3時、9時として10時10分やった。このぐらいになりますよね。ちょうどこのハンドルで言うとですね、ここの切り目ぐらいですよね。まあこう言うんですけど、だいたい最近僕はね、3時45分ぐらい、まあここですよね。要はここを持ちなさいってなってるし、ここを持った時にハンドルの後ろの手がここにかかるようになってますから、ここを持てばいいのかな。大切なのはですね、この角度も調整できますし、この長さも調整できるので、一番大切なのは脇がどういう状態でしまって、腕にこうちょっと曲がった余裕ができるということなんですね。ハンドルを切る時にですね、腕が全部体の中心の内側で処理できるっていうところが、スポーツアスリートとして体を動かす効率であるとか正確性っていうことも考えても、そういうことになります。